アラスカ半島アラスカ半島の衛星写真アラスカ半島はアメリカ合衆国アラスカ州の南部にある半島。太平洋とベイリング海のプリストル湾の間にあり、南西にはアリューシャン列島が連なる。アラスカ半島の南側は関太平洋作り山隊の地殻活動によって険しい山岳が連なる。北側は数千年の侵食で平坦な土地で湿地がある。 北部と南部で海岸も異なる。半島の付け根にはカトマイ国立公園があり、デニソン山やカトマイ山がある。太平洋プレートが北アメリカプレートに沈み込む環太平洋、作り山帯にあたり火山活動によって隆起してできたと考えられている。東西に長く、こう描くように伸びており、その長さは朝鮮半島よりも長く、東京から札幌までの距離に相当する。 半島の北部は流氷の限界地域でアラスカ海流の影響で暖かい南部には流氷はほとんど流れつかない。年間降水量は冬の平均気温は低く摂氏11度から摂氏1度、夏の平均気温は摂氏6度から摂氏15度である。沿岸地域では激しい風雨がたびたび起こる。アラスカ半島では人があまり立ち入らなかったために 様々な動植物が見られる。マクニール川ではカトマイアラスカヒグマの個体群。また、半島全体ではカリブー、ムース、オオカミや水鳥がこの地域に生息している。また、海岸に沿って大きな海鳥の集団が形成されている。クマは、険しい山岳がある南側やコディアック諸島、アラスカ半島の大河のある山地に生息している。 アラスカ半島国立野生生物保護区が設置されている。ありがとうございます。